はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はというところでサムネを出しましょう。皇室50人、上位50人ですねが使う副将人気ランキング5月号ということで、まあ去年からやっているワンクールに1回ね、集計取って、ランキングにする動画なんですが、今回は皇室バージョンですということで5月号となります。まずはですね、いつも通り銀龍ですね、まあ金龍プラス銀龍の計11名ですねの順位見ていきましょう。まずはですね、10位モーガン紫式部最上義明となってます。まあ各ね6人の方が扱っていますということで、まあだいたい 50% 超えぐらいかな、使用率的にはね 50% 超えぐらい、半分以上の方がまあモーガン紫式部最上義明を使っていますという感じですね。まあこの名前の後についてるカッコ内、まあ最上はついてないですけど、このカッコ内に関しては、まあ前回と比べてというところになりますね。まあちょっと今回ちょっと参考にならないかなと思うのが、だいぶユニバーサルグループが変わってしまって、前回からねかなり変わってしまって、まあ過去との見比べっていうところに関してはちょっと微妙かなとは思いますが、まあ一応つけておりますというところで、まあモーガン紫式部は3ヶ月前いなかったので新となってますね。まあ最上に関してはただの付け忘れですね。で8位大谷氏、正王というところで、大谷氏がマイナス4ですね。正王がマイナス2、前回から減ってます。で各7人の方が使っていますということで、まあ使用率 70% ちょいぐらいかな。まあほとんどの方が、まあ留枠ですけど、まあほとんどの方が使っていると、まあトップランカーさんがね、もうほぼほぼ使っているような副将となってますね。そして6位、クレオパトラ7世、K ですね。まあ K はね、前回ランク外だったのもあるんですが、K はね、まあ前回の集計時に、ちょうどガチャで初版だったんですよね。ガチャで来てたぐらいのレベルの時期だったので、まあちょっとかわいそうなので、新しい、まあ新ではないんですけど、ほぼほぼ新と同じかなっていうところですね。まあ本当にガチャに並んでたレベルなので、その時には誰も育ててなかったレベルでした。なので、まあこの3ヶ月間でね、まあ各8人の方が、まあ、使っているということは、まあ 80% 超えかな、使用率ね。もう11人中8人使ってたらね、まあ、かなり、使ってる、まあ、弓の中では今1、2を争うレベルで強いと思いますので、まあ、K ねここに入ってます。そしてクレオパトラ7世、これ意外と使ってるなっていうのが、まあ、僕の感想なんですが、クレオパトラってね、やっぱり、放置少女の周年ちょい前ぐらいに来たんですよね。ですので結構取ってる方って、まあ、少ないかな、まあ、確かに強いのは強かったんですけど、これ取る人少ないかなって実は思ってたんですよね。まあ、周年に備えてっていうところもあったので、ですが、まあ、トップランカーさんたちにはねそんなことも関係なく、まあ、しっかり取ってて、各8人の方が使っていますというところですね。そして4位俵東太ナタですね。俵東太に関してはマイナス2です。前回 100% の方が使ってたんですが、まあ、今回はマイナス2となって、まあ、9割、約9割ですね、の方が使っていますと。そしてナタも1人減って9人というところで、まあ、各9人っていう感じですかね。まあ、俵東太もね、まあ、ケイの方が、まあ、強そうには見えるんですが、俵東太の方が使っているのは人数多いと。まあ、俵東太はね、再販も来てますしっていうところもあるのかもしれません。ケイはまだ初版ですからね。うん、まあ、次来た時にまだ増えるのかなといったところですかね。まあ、ナタはやっぱり、耐える攻撃回数が多いので、まあ、耐久面ですよね。まあ、攻撃面というよりかはやっぱ耐久面で使われているのかなというところで、9割超えの副将が、まあ、この2人となっています。そして、まあ、残り1位、2位、3位になるんですが、まあ、これ1位同率になります。ということで、次行きましょう。1位は、モルドレッド、立志、帰国志というところで、まあまあまあ、この辺は間違いないでしょう。使用率 100% 各11人となっております。で、モルドレッドはね、まあ、もう再販も来てますし、まあ、まあ、留枠に入るようなトップランカーさんが、まあ、取り逃すはずもなく、まあ、皆さんね、取ってる、しっかり取ってるっていうところで、これ3ヶ月前にもやってるんですが、まあ、3ヶ月前と比べても、100%、使用率 100% です。そして、リシも、まあ、初版から、まあ、不具合があって、すぐ再版にはなったんですけど、まあ、そこで、ですね、まあ、
しっかり取り逃さず 100% の方が使っていると、まあ、これも前回から変わらずといったところですね。そして帰国史です、まあ、周年の時に来た副賞ですね、まあ、ぶっ壊れ副賞になるんですが、まあ、絶対取り逃さないですよね、トップランカーさんはね、ということで、まあ、今回から登場というところになりますが 100% 使用率 100% になります、まあ、トップランカーさんはねやっぱり強い副賞をしっかり並べていると思いますので、まあ、これ、趣味枠だなみたいなのは、まあ、やっぱりここには入ってこないですね、なかなかね、まあ、この中で、まあ、11人の中で、まあ、1人だけ使ってるみたいな副賞はねもちろんいますけど、こういった、まあ、やっぱ強い副将がね、人気を占めますよね、うん、ということでおさらいしていくと、モルドレッド、リシ、帰国士、まあ、使用率 100% で、タワラトータ、ナタ、使用率9割以上、クレオパトラ、七世、ケイが、8割以上かな、使用率ね、で、大谷氏、ショウオ、まあ、この辺ちょっと減りましたけどね、大きくね、各7人が使ってて7割以上、それでも7割以上使ってるというところです。7割以下か、まあ、6割以上で、ね、まあ、7割届かないぐらいにはなるのかな、11人ですからね。そして、モーガン、紫式部、モガミ義明が、まあ、各6人かなとなってて、まあ、約 50%、まあ、ちょいぐらいにはなってますと。こういうところで、まあ、皇室人気ランキングですね。まあ、今回、ですね、まあ、留枠11人はこんな感じの結果になりました。そして枠を広げていきますと、さすがにね、トップランカーさんだけではなく、まあ、普通のランカーさんも含めた、まあ、50人ですね、の枠に広げていきますと、まあ、こうなります。まず10位、K、ですね。22人の方が使っていますというところで、まあ、使用率が、まあ、44% になるのかな。ですので、まあ、4割ぐらいの人が使ってますよという結果になりました。まあ、K の時からだいぶ落ちたなという感じですよね。で、8位、最上義明、タワラトータですね。まあ、最上義明は前回も28人、今回も28人。タワラトータは5人使う人が減りましたというところで、前回33人だったのが28人になりました。ね、やっぱ K よりタワラトータの方が、まあ、使っている人は多いんだなといった印象ですね。うん、で、モガミ義明ですね。まあ、モガミもね、まあ、そこそこまだ強いので、まあ、しっかりこの人数ですね、維持しているなというところを、各28人ですので、まあ、半分以上は使っていると、5割6分ぐらいかな、56% ぐらいかな、の方が使ってますと。で、7位、クレオパトラ7世。やっぱ意外とみんな持ってるんですね。33人の方が使っていますと。というところで使用率6割6分、66% となってます。で、6位、ショウオですね。こっちではショウオ増えたんですね。プラス5。まあもちろんね、前回のユニバーサルサーバーからの組み合わせからだいぶ変わったので、まあメンツもね、まあ人もだいぶ変わりましたけど、それでもショウオはプラス5となって34人。まあモーガンの存在はね、そこまで関係なかったのかなと。まあ毒罪薬ですよね。まあそこまで気にしないのかなといった感じです。34人の方が使ってます。そして5位、ナタ。まあ、前回から3人減というところで、まあ、39人ですが、まあ、それでもかなりの人数の方が使ってますよね。まあ、約8割、まあ、7割8分ぐらいかな、78% ぐらいの方がナタ使ってますよという感じです。そして4位、大谷氏、まあ、マイナス4となってて、まあ、大谷氏もそろそろアタッカー枠としては厳しくなってきて、人数がね、徐々に減ってきたのかなというところで、42人となっています。それでも8割以上の方が使ってます。そして、残るは1、2、3位となりますが、やっぱりあの3人がね、来てないので、まあおそらくあの3人でしょう。の中で、まあ順位がばらけています。ということで、3位、帰国士ということで、まあ、周年時に初版だったものですが、まあ、再版がやっぱ来てないんでね、まあ、ちょっと取り逃した方がいます。44人となっています。まあ、それでも9割近い方が使っているというところで、まあまあ、ぶっ壊れの副賞、今の環境トップクラスというところは間違いないかなと思います。そして2位、リシ。前回からプラス5人となって、46人の方が使っていますということで、9割以上ですね、の方が使ってますと。まあもちろんそうですよね。やっぱリシ、帰国士あたりはね、今の環境かなり強いですので、まあこの辺取り逃すはずはないかなと思います。そして1位、
モルドレッドというところで前回からプラス4で50人ということで50人中50人 100% ですね。使用率 100% となっています。ということでやっぱね、みんな武将がやっぱり好きなのかなと。まあ今までの環境というか放置少女のね流れ的にはまあ武将がずっと強かった時代があって、まあ去年ぐらいからね、まあ李氏が 対抗してきて、まあ帽子がね今環境トップになっていますけど、まあそれまでずっとやっぱ武将の流れがあったので、まあどうしてもねやっぱ武将の人気っていうのは高いですよね。うん、まあ見た感じ弓がね、まあ若干人気がね落ちてきているかなというところもありますが、まあ剣と俵とうたしかいないですからね、この中ではね。うん、で他はまあ武将で言うとモガミ、クレオパトラ、ナタ、オーヤシ、モルドレッド。帽子で言うとリッシー、帰国し、まあサポート系になっちゃいますが帽子の将王ですね。ってなるとやっぱ割合的にはどうしてもね武将が人気高いのかなと。まあ僕のサーバーでもね、先月やった闘技場の人気ランキングでもそうなんですが、どうしてもねやっぱ武将の割合っていうのが非常に高くて、李氏帰国士をやっぱ超えてくるんですよね、人数的にはね。うちのサーバーではね、まだアウグストゥスがねもうランキング1位を確保するんですけど、まあもうさすがにアウグストゥスはねいなくなりましたね、皇室になってくると。うん、ってなるとまあそろそろ帰国士とかね、モガミとかこの辺りにね伸びてくるのかなと。入れ替えのね、入れ替えるキャラクターっていうのがやっぱこの辺を選ばれてくるのかなと思います。まあクレオパトラとかね強い副将どんどん出てきてますからね、紫式部とかね。と言いますと今回紫式部はこの中にはいないというところですね。でまあより詳しく見ていくために、今回は、まあ、前回やらなかったんですけど、前々回はやったのかな、半年前はやった副将別ランキングというのも今回は取っております。まず武将からですね。これはもう50人しか見ていかないんですが、職業別皇室人気副将ランキング、これは武将です。まあ1位モルドレッド、2位大谷氏、3位になった、4位クレオパトラ、5位モガミ。まあここまではいいですね、さっきのランキングに載っていました。で6位で僕のサーバーでは1位になっているアウグストゥス、紫式部がここで出てきて、15人の方が使っていますよということで、まあ3割かな、 30% ぐらいの方が使っています。そして8位ヨーセン13人、9位テーフ10人、10位ハンニバル9人となっております。まあこの辺はね好みで分かれてくるかなといったところをですね、まあ空いた枠にまあこの辺入れていくっていうところでちょっとばらけているっていう、好みがね分かれているといった感じです。そして帽子、6位タイまでしかいないんですが、まあ一応ね 10% 使用率 10% 以下は全部切り捨てています。まあ 10% までは取っていこうかなというところで見てますが、李氏帰国し将王まではいいですね。で4位超孔明というところで、サポート枠超孔明ね14人の方が使っています、 28% かな。5位モーガンというところで、まあ、やっぱりね留枠の方ではランキングインしましたけど、こっちではやっぱりそこまでというところで、まあ、50人中13人に26% かなに伸び、うん、なってます。まあ伸びきらなかったっていうところですね。で6位ニビアン、と新王星、これはタイですね、各6人の方が使っていますというところで、これが 12% ですので、まあギリギリかな、使用率 10% 超えはここまでとなります。そして次ですね、弓となるともうこの3人しかもういません。俵とうた、K はいいですね、ランキング入りしていました。で3位がリコというところで、まあこれが5人の方が使っていますので、ギリギリ使用率 10% となってて、もう弓がねもう本当に絶滅しそうなんですよね。うん、俵とうた、 K を超えてくる弓がね、まあ近々多分出てくるとは思うんですが、まあ K もね、まあちょっと前に出たばっかりで、まあ俵とうたと並ぶか、まあそれ以上かって言われている、まあ副将ですけど、まあそれをね超えてこないとやっぱりこの弓の人口っていうのは増えてこないのかなと。もうリコーもね実装当時はやっぱ強いって言われてた副将ですからね、まあそのリコーがもう使用率 10% を切るかっていうところになっていますので、まあやっぱり K、タワラトータ級またはそれ超えの、まあ、弓が出てこないとね。でまあ見てみると花嫁衣装で強化されたオーセンとかはここにも入ってこれずというところで、オーセンは使用率 10% 切っています。まあ 6% とかだったかな、まあ一応使っている人はいるんですけど、それでも全然もう使用率は伸びていません。まあタイミングも悪かったっていうのもありますよね。まあ K とタワラトータがいて、そこに届かない性能で花嫁衣装着ちゃいましたからね、ですのでまあそこまで取る人はいなかったのかなと。まあコスパも悪いですからね花嫁衣装ね、ですのでまあ
王戦はちょっと伸び悩んだ印象ですね。ですので、まあ、本当に弓はこのまま行くと、まあ、3ヶ月後とかまたやると思うんですが、このランキングね、もうその頃にはリコーはもう 10% 切っているだろうし、ケイとタワラトータもね、まあ、ここから徐々に人数減らしてくるだろうし、まあ、ここから伸びることはね、もう本当に羽弓師を来ない限りないと思いますので、って考えるともう本当に弓がね、もう1位2位ぐらいしか、まあ、この職業別人気ランキングではもう存在しなくなってくるかなっていうところで、まあ、弓の強化はねちょっと運営さん早めにやった方がいいんではないかなと思います。まあ、帽子ばっかりね今強化来てるんで、そろそろ弓の強化にも手つけた方がいいんじゃないかなと。紫式部とかねクレオパトラとか武将で強いの出してる場合じゃねえぞと。今レオニダスかな、レオニダスも来てて、まあ、この子も武将ですよね、武将でタンク系出してきましたけど、そんなの出してる場合じゃねえぞと、まあ、早く弓を強いの出せと、いう感じです。まあ、僕的にはそう思いますね。はい、ということで、まあ、今回は、皇室のなので、まあ、僕のユニバーサルサーバーになりますけど、そちらで、統計取って、まあ、職業別プラス、まあ、皇室の人気ランキング、副将の人気ランキングをやらせていただきました。まあ、チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。来月かな、また来月こうやって人気のランキング取ろうかなと思っているんですが、まあ、今までやっているのが、まあ、順番的に言うと、闘技場人気ランキング、皇室人気ランキングで1ヶ月ずつやって、まあ、次の月は何もなく、統計系は何もなくお休みだったんですけど、まあ、ここもね、やっていこうかなというところで、まあ、これを3ヶ月ループにしていこうかなと思うんですが、まあ、次の企画ね、今考えているのが、まあ、連携スキルっていうのがね、今、追加徐々にされていると思います。で、連携スキルも結構数、そこそこ出てきましたので、皇室で見ていきましょうかね。まあ、皇室の、まあ、50人が使う連携スキル人気ランキングっていうのをね、また来月やっていこうかなと思いますので、まあ、そちらはね、もう今回が初めてになるんですが、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。